おお、秘密の通路は出るんだよね。お願い。よし。アーマービートルとテラノライナーを配合すると、アイアンダッシュのメス。アイアンダッシュなんて、全く覚えてないんだけど。ドラクエ8でも、なかなか見ない存在じゃない。どこのエリアで出現したかすら覚えていない。アイーダ、アイーダ様。マクロベータのメス。マクロベータもドラクエ3のどこだっけ、あれか、ラーの鏡があるところかな。マクロベータもどこで出てきたか全く覚えてない。マクロン、マクロベータとダークナイトを配合するとブラックルーンのメスが生まれそうだ。何気にブラックルーンが一番作るの面倒じゃない、魔王系以外で。これが一番面倒な気がする。こいつもドラクエ8のあれかな、ラスボスのダンジョンかな。ブラックヒールはちょっとね。よし、ファイヤーケロックと闇の司祭だよね。誰だっけ、闇の司祭。あ、嘘、性別が一緒だった、もしかして。しまった、性別変えてなかったのか。あれ、やっちゃった。今から帰れないしな。ここで帰れないのがちょっとめんどくさいよね。うわぁ、一回損した。どうしよっかな。どうしようもないか。どうしようもないね。やってしまった。あー、ダメか。やっぱりさっきのがなぁ、もったいないなぁ。性別を事前に確認しておくべきだったなぁ。あったはは久々に来た。森チャンス。お願い。あー辛い、ただただ辛い。お願い。なもうやだ、ほんとやめて。もうここ飽きたんだけど。秘密の通路も飽きちゃった。せめてゲルダを引かして。この3回潜るだけでも苦痛なんだけど。3回プラスされるってことだからね。1000回のダンジョンにプラス3回ずつ負担が増えていく感じ。このダンジョンは999回じゃない、1000回以上あるんだ。秘密の通路に行く回数ごとに3回ずつ増えていくんだ。よし、森、よしよし、ようやく来た。つらかった。この時の快感のためにヤンガスをやってるようなものかもしれない。トルネコ3で言うとエミリネーターを仲間にしたような、そんな気分を味わえる。モリーを引くと来たみたいな、それぐらいの価値があります。何するんだっけ。デーモントードを作るのか。ようやく作れるね。ファイヤーケロックと闇の司祭を配合するとデーモントードのオス。おー、久々に見たね、デーモントード。ティモン。デーモントードとスターキメラを配合すると、ドゥン、しびれクラゲのオス。ドゥン、ドゥン、ドゥン。しびれクラゲも配合限定なんですよね。しびるん。秘密の通路発見。だもう、このパターンやだ。気が狂いそうになる。